イドラ級フリゲートは、ギリシャ海軍が運用するフリゲートのメイ名工200型フリゲートシリーズに属する。ギリシャ海軍では、名工200イン型フリゲート、または、名工 200HN 級フリゲートと呼称している。実質、ギリシャ海軍の顔といえる存在。ギリシャ海軍は、1980年代初頭に、エリキュー級フリゲートを導入することでその艦隊の、 近代化に着手したが、これらはいずれもオランダで建造されたものであった。また艦隊には依然として、第二次世界大戦後に供与された各国の中古艦が相当数残っており、その更新は急務であった。このことから、1980年代中盤より、海外の設計に基づき、海外からの援助を受けて、ギリシャ国内でフリーゲートを建造することが、 計画されるようになった。当初は、イギリスのリアンダー級フリゲートの改良型やイタリアのルポ級フリゲートが候補とされていたが、1988年4月18日、ドイツのブロームウント、フォス社による名工200型フリゲートの選定が発表された。これによって建造されたのが本級であり、1989年2月10日に正式な発注がなされた。 本級は、名工200型のアップデート型である名工200マーク3型の設計を採用している。これは、各種配管や配線の設計を見直すことで、シースキマーなどに対する対多体制を強化したもので、1年ほど先行して整備されていたポルトガル海軍のバスコダガマ級フリゲートと同様であるが、同級がヘリコプターを2機搭載していたのに対して、 本級は一機のみの搭載となっている。なお、本級の搭載する VLS については2007年の改修によりマーク48モッド2からマーク48モッド5に換装されており S ム運用能力が付与されている。一番運管の建造は1990年12月より開始された。一番運管はドイツで二番か以降は ギリシャのヘレニック造船所で建造された。なお、本級の建造費用の一部は、対外優勝軍事援助の形で支払われている。当初は6隻の建造が計画されていたが、オランダ海軍を退役した、コルテノール級、フリゲート8隻の導入が決定されたことで、本級の建造数は4隻に削減された。ありがとうございます。